この動画では英語を英語だけで理解するための5つのトレーニング方法を紹介します。英語らしい声を手に入れる英語発音コーチングを提供しているヘミングウェイ・アイコです。Hey guys, it's Aiko. I'm an American English pronunciation coach and business coach.Before I dive into today's topic, I have a free workshop video for you to learn three concepts of American English pronunciation. 空気振動エネルギーこれを説明している無料動画を公開していますぜひ概要欄の方に行ってこの無料動画をチェックしてみてください声が英語らしくなるだけではなくてリスニング力も飛躍的に良くなっていきます ぜひ概要欄の方に行ってこの無料動画をチェックしてで動画は何回か見てみてくださいこのコンセプトをもしかしたら初めて聞くかもしれないですよね、えー、ですのでこの空気振動エネルギー私自身が実際に20年くらいかかって理解したコンセプトをこの動画の中で紹介していますから 何回か見て、そして今日から今すぐそれを練習に取り入れていってみてくださいね. Today's topic is about how to start thinking in English only, and I will share five ways to do it. And those are the ones that I actually have been doing, and I'm still doing. exercise いつまでも英語を聞いてでそれを日本語にしてでそしてそれをイメージにしているということをしていると真ん中のこの日本語に一旦訳すっていう部分 ここにすごいエネルギーを持っていかれるんですねこういう風に頭の中で翻訳をしてるとすっごいドーッと疲れてくるんですよ。で私は普段英語を話してる時は英語だけ日本語を話してる時は日本語だけみたいな感じでこう頭の中を切り替えるんですけれども私の夫はアメリカ人なんですけれども 日本語がわかかららないからもし日本語の情報があったらそれを一旦頭の中で変換してそれを英語にして夫に伝えるで夫が何か言いたいことを日本語日本人の人で,で英語がわからないという人に何か伝えるときは夫が言っていることを頭の中で日本語にしてでそれを日本語で話して相手に伝えるということをやるんですけれどもすっ すすごい疲れるんですねもうこれ以上はできないよっていうくらいすっごい頭の中が疲れてしまうんですよねなので私たちが英語を使う時に一旦日本語にしてると本当に疲れてもう英語使いたくないとか疲れるっていう状態になってしまうんですこの疲れてしまうという状態を減らしていきたいですよねということは英語を聞いた時に日本語にしないで すぐにそのままイメージにするつまり日本語を使わない英語を聞いてですぐイメージにするというふうにすると脳の負担が減るんですイメージトレーニングは英語を聞いてでその時に頭の中で日本語に変換しないすぐイメージにしてみてみてください例えば Apple って聞いたとします Apple 赤い色の果物を思いい浮かべてくださいね一旦 Apple って聞いてありリンゴだなあっでリンゴを思い浮かべるっていう風にやらないようにしてみてくださいね Apple って聞いたらイメージにしてみてくださいじゃちょっと練習しましょう私が Apple っていうのですぐイメージをしてみてくださいね AppleApple これは最初 単語でやってみてみください文章になるとやっぱちょっとハードルが高くなりますよね。なので最初の練習というのは単語のみ。単語を聞いてそれをイメージにする。 イイメメーージジししやすすいいい単単語語とにくうのがあります例えば感情とかっていうのはイメージしにくいもうちょっとこうイメージするというよりも感じるものなんですよねなので目に見えるコンクリートなもの例えばリンゴって本当に目に見えるし触れるし、えー、すごいイメージしやすいですよねでも空気ってなるとまあ 見えないし触れないしあるんだけれどもなかなか実体がつかめないということちょっとイメージしにくいですよねでさらに悲しいとかそういう感情っていうのはさらにさらにイメージしにくいと思いますなのでイメージしやすいところから練習していってみてください単語でイメージできるようになったら今度はちょっとしたフレーズでイメージするようにフレーズができるようになったら今度は文章でイメージするように でこういうふうにすると英語の語順に慣れていって、聞こえた単語の順番でイメージできるようになっていくんです、えー。ぜひこのイメージトレーニング、単語、そして次はフレーズ、そして文章みたいな感じ、ちょっとずつこういうふうにハードルを高めていってみてくださいね。エクササイズ2つ目。 英語だけで書く。私は例えば今何かをメモるとか、それって全部英語でメモったりしてるんですね。なかなか日本語でメモるということはあまりないです。どっちかというと、英語だけであこういうふうにメモったり、アイディアをこうやって書いたり、まずアイディア自体が英語なんで、えー、それをまあ英語で書き出すっていうのはすごく簡単なんですけれども、英語で書くという割合をどんどん増やしていってみてくださいね。で、これ何がいいかというと、英語で書くと、英語の語順のまま、 イメージしなながらそれを書いていてるることになるんですねで。日本語から考えてしまうとまた日本語と英語の語順がもうほぼ逆ですので英語での表現というのは日本語にない場合が多いですなので英語だけで書く時にイメージも英語だけで強制的に日本語を使わないで 英語の語順で文章を書くようにしていってみてください。でたまにクライアントさんとレッスンをしているとクライアントさんの,その言っていることの,その語順が日本語の語の順になっているんですよ。英語にすると意味全然わかんないじゃないですか。だからもう一回言ってくださいっていうふうに言うとこの語順がちゃんとこう入れ替わって 英語の語順で言うことができるようになっていくんですねなので一旦立ち止まってこの語順でいいのかなって 英語はこの語順じゃないんじゃないかなっていうのを常にこう疑問を持ちながら英語だけで書いていってみてくださいねこれを練習しておくと会話でもパッと言いたい時に英語の語順で出てくるようになりますこれがなかなか日本語と英語はこの語順が全然違うのであの言い始めてあれ日本語の語順になってるなと思うことってたまにあると思うんですよね、えー、なのでそれが だんだん減っていきます。英語の語順で単語が出てくるようになるので、英語で書く練習っていうのもしてくださいね。で次は、聞く量を増やす。これはもう、Quantity over quality というふうに思ってみてください。もうとにかく聞く量を増やすんです。インプットの量がやっぱり少ないと、アウトプットするものがないです。今、イメージするとか、書くとか。 今紹介しましたがこれはアウトプットの方になると思いますインプットがなかったらアウトプットできないんですよなのでとにかく英語を聞く量を増やしていってみてくださいねこれが少ないままだとやっぱりその頭の中は英語にはならないし会話をしていてもパッて英語が出てくることはなかなかないですやっぱり量をこなしていかないと 英語というのはちょっとやそっとじゃ身につくものじゃありません考えてみてください日本語だって生まれ育ってきた言語である日本語だってすごい練習しましたよねひらがなめっちゃ書きませんでしたかすっごい発音の練習しませんでしたか母語でもものすっごい練習しましたよね第二言語でそして大人になってから習得しようとする英語は ちょっとやそっとじゃ身につかないんです。なので必ず聞く量を増やして英語の環境、英語を聞くことに慣れておく。早い普通の英語を聞いてください。例えば英語教材の音声の英語、すんごい不自然です。 ああいう話し方をしている人はアメリカに22年住んでいましたが、一人も見たことがないです。本当に普通に、アメリカ人が普通に話しているスピードの英語、これを聞くようにしてみてください。で、これが速いと感じるんであれば、教材英語に慣れていたということです。普通の英語に慣れていないということだったんです。ただそれだけです。だから普通の英語の速さで、それが普通に聞こえるようになるまで練習してみてくださいね。速いなって思ってるうちは、 まだまだ量が足りないっていうことなんですよね。早いなって思う方がこれが普通普通になるくらいまでずっとたくさんもう毎日大量にその音声を聞いていってみてくださいね。次のポイントはその英語を聞いている時に知らない単語必ず出てきますよね。でもそこで立ち止まらない練習をしてみてください。一旦 知らない単語が出てくると、もうそこでその知らない単語は何なのかっていうのが分からなくて、パニックになって、その後の話が一切入ってこなかったというふうになってしまう場合が多いです。で、私もそれすごい経験あるんですよ。で、私のクライアントさんも同じことを言うんですね。 知らない単語がここで出てきたからもうその後の話が一切頭に入ってこなかった私たちはいろいろこう頭の中で考えていると言っていることっていうのは本当にもう右から左全然聞こえなくなってしまうんですねなので一生懸命その理解しようとするっていうのは脳のカロリーものすごく使えますなので余分なことを考えないようにつまり この単語知らないなっていうのが出てきてもそこに集中しないようにしてみてくださいそのたった1個の単語が分からなかっただけでその後の会話が一切耳に入ってこなくなってしまったらすっごい損してますよねその100%の会話の中でたった1個の単語つまり0.001%くらいの部分が分からなかったがゆえにその後が全部聞こえない例えばその後つまり100% 100%のうちの50%がその後何も聞き取れなかったってなったらもったいないですよねたったその0.001%の単語のために50%聞こえなくなってしまったそうじゃなくてその知らない単語があったら一旦ふっと忘れてみましょうあわかんないな次 わからなかったらもう次に進むことこれをやってみてくださいもうとにかくそのわからないでパニックになってしまうと本当にもうその後の意味が入ってこなくなるなのでそうじゃなくてわからないわからないのがあったなでいいんですわからない単語があったなそれはそれでいいでもそこから気持ちを切り替えて次に進むことこの練習をやってみてくださいねで最後の練習です5つ目の練習 それでもですよ、わからない単語が出てきたら、前後の意味から想像する練習というのもやってみてくださいね。で、私もあのいろんな単語を耳から覚えてで、その単語の意味、だから最初聞いたときかんないじゃないですか。でもそれが何回か出てきて、どういうところで使われているかっていうのが、パターンが見えると、その単語の意味が分かってくるんです。 辞書を調べることなくですよたまにその耳から覚えた単語でどういうふうに綴るかわからないで。その綴りも自分が想像していた綴りと実際に辞書を見たら全然違ったとっいう場合があるんです。話せるし、その意味もわかる。そのちゃんと単語も発音できるんですよ。その状態で綴りを知らない。辞書を調べたことがなかった。というそういう単語がたくさんあるんですね。それは 聞いた時に知らない単語が出てきましたその知らない単語が出てきた時にそれを前後の意味からその知らない単語の意味を想像する練習これも同時にやっていってみてくださいもちろんこれ,こればっかりやっていると 次そのその後話されることが全部抜けてしまいますよねで。そうじゃなくて気持ち切り替えてくださいね。でもその会話を振り返った時にあこの単語また知らない単語出てきたなあ。これ前も聞いたことあるな。こういう時に使っていたな。こういう感じでみんななんか表現していたな。ここからパターンをつかんでその単語の意味を想像するということ。 これも普段のトレーニングに入れてみてくださいね。じゃあ今日5つのトレーニング方法を紹介しました。で、これは私が実際に今までやってきた方法で今でもやっています。えー、ということで、chances are these are effective for you, right? So might as well try them. So if you have any questions about these training methods that I shared today, please let me know. As I mentioned earlier in the video, I have a free workshop video for you to learn the three concepts of American English pronunciation. 空気、振動、エネルギー この3つのコンセプトを この無料動画で紹介していますのでぜひ概要欄の方に行ってチェックしてください。right, so thank you very much for watching and I'll see you guys in the next episode.